エンジョイパチンコライフ。価値はいいんですもんね。価値に行かなきゃいけないですもんね。いや、ノーマルじゃないですか。花火が結構台数あるんですよね。8台ぐらいあって、でサンダーもあるし、ゲッターマウスもあるんですけど、ゲッターマウスが打ちたいな。2台しかないんですけどね、うん、まあ悪かったらすぐやめれるんでね、ノーマルのやっぱいいところは、うん、おはようございます。お願いします。とりあえずまっすぐ入って、あ、なんか窓マギが抑えられてるよ。あ、結構バラバラ、意外と散ってる感じっすか。どうしようかな、何を打ったらいいか全く分かんないっていうね、うん、あ、ゲッターマス行っとこうかな。ゲッターマス行きましょう。とりあえずおはようございます、石川瑞希でございます。さあ本日ですね、 USA へ行こう5、ポスターには数字の5が書いてあって、その下に GO5 って書いてたんで、5なのか5なのか分かりませんけれども、まあ、シーズン5的な、感じということで、私初めてですね、この番組に出演させていただくということでね、この後実践の方していきたいんですけれども、さあ本日ですね、伺っておりますボスさんがこちら、福島県は須賀川市でございます、USA スロットクラブさん、はい、こちらでですね USA を目指して、お金でアメリカに行こうと。ストイックにですね勝ちを目指そうかなと思って、ノーマルタイプのゲッターマウス、こちらをですね私、確保させていただきました。結構常連さんの動き的にはいろんなところに散ってたんで、であとはデータ表示器を見てもなんかこう入ってそうな雰囲気っていうのは感じ取れたので、まあ、様子を見て、ダメなら一発逆転みたいな感じで、そういった感じでね常にこう様子を見つつ、始まっていこうと思います。では早速実践の方に参りたいと思います。もうすでにお隣さんがね当たっておりますけれども、早いとこ当てたいですね。いきなりスイカが出る。スイカもねどうしようかな、一応設定差があるんでね、数えた方がいいことはいいんですけど、分母がちょっと大きいのでそれほど重要視はしてないっすね。まあオレンジかな、数えるとしたら。チェリーもほとんど差がないんで、まあ、一応ねノーマルタイプですけど確定要素もあるんで、その辺が出てくれれば儲けもん。まあ、月中演出つってここが光る演出の時のゲットって出るやつは設定2以上なんですけど、それは割と出る。でボーナス終了後のここのシュッっていうネズミのやつがあるんですけど、それが葉月ちゃんの声なら5、6確定けどね、それはもうほとんど出ない。サンダーとかでいうところのBGM 変化みたいなね。お、スイカ。このねゲッターマウスのいいところはね、スイカをこうなんだろう、まあ、スイカ揃ったら1枚なんですけど、スイカをね取りこぼしても1枚で済むっていう、ゆえに
あの適当に打っても損がそんなにないんですよ。一応チェリーだけ狙えばもうスイカなんてぶっちゃけ無視してもいいレベル。1日、まあ、100分の1で出るとして10回取りこぼしてもね、たかが知れてるんでね。まあ、基本的にはこのオレンジテンパイが外れればっていう感じでね、挟むと子役外れかな。まあ順押しは子役外れメインみたいな。これも外れれば OK。 だからこれ今チェリー付きの上にチェリーがある7を狙ってるんですけど、ここからは本当ね分かりやすいです。他のところ狙っちゃうと、まあ、ちょっとマニアックな感じのリーチ面が多くなっちゃうんですけど、もう基本的には花火でいうのれんみたいな感じですね。そこさえ狙っておけば分かりやすい。けどこのジローなんですけど、ネズミ3匹いてこの右リールのジローが一番弱いんで、逆にイチローだったりサブローは止まった時点で、もう止まった時点で熱いんで、子役外れ以上ですね。ドキドキできるんですけど、なかなか発生しないからね。その分出たら割と熱い。あれ？これは？さあ来たよ、出たここがつかないことをね祈って。でも今のでもねしれっとオレンジが外れたりっていうことがねようあるんで、それが面白い。だからレバーで横コーンが鳴って、今ね月中演出が発生した時っていうのはスイカ対応っていうのがないんで、あ違う、チェリー対応がないんだ。オレンジリプレイ、スイカなんで左どこ狙ってもいいんですよ。だから適当にこういうとこ押していいんですよ。でついてないでしょ、で、ね、こうどこ押そうかなみたいになってくるわけよ。なんだよみたいな。でこれで今こうでしょ、 このどっちかだったらもう2リール確定とかだったりするのよ。そのねたったそれだけですよ。この3つのどれがつくかっていうだけなのに、こんな熱く打てんのかっていうね。ここまでに当たってくれないと。ビッグ2発引いて投資分が戻ってくるぐらいのね状況でしょう。設定1だとしても当たってておかしくないんだからね。びっくりした当たった当たった。もうねダブルテンパイが外れる形、ノー演出 OK。 241ゲーム投資7000円、いいよ。一応オレンジ数えてこうか。
もほとんどね、こうほとんどというか半分ぐらいはね月中演出絡むんですけど、今みたいに絡まないのもねまたいいよね。今日一発目はダブルテンパイ外れのリーチ目でしたね。おしゃれ。あら、最後チュって出るんだね。そう、このチュが小文字だったらいいっていうね、っていう話です。わー、スイカオアオレンジオアってとこですね。ナナ狙っちゃおうかな。あー、スイカだ。やめよ、これはちょっと打てない。さあどうしたものか。めっちゃサンダー打ちて、もうたまんねえもん、この並びがたまんない。花火があってサンダーがあって、よし2代目サンダー V リボルト、完全に趣味打ちに走ってる感が否めませんが、しょうがない。だから今から AT、ART に根拠のない大移動みたいになっちゃうんでね、それよりはこうノーマルの一瞬の瞬発力にかけて勝負していこうかなと思ってます。あー、いきなり外れた。ベル外れでリーチ目なんですけど、あっさり外れてくれました。4ゲームレギュラーね、レギュラーね、いい、まあまあまあ全然いい。レギュラーはね設定数あるからいいんだよ。このけど島はいいね、ノーマルが豊富なんでね。だからさっきのパルサーがずっと当たり続けてる。すげえ出てる。あんな瞬発力というかボーナス連打すんだね。20発ぐらい当たってんじゃない。この辺なんかねえ、スレスロに、あー横コーンで左下段赤7第1ショートチャンス。さあどこから行こう、どこから調理しよう、順押しか、順押しで7狙おうか。熱い熱い、これね上段は全然熱くないんですよ。右上がりね、下段だと一気に熱い。ぶっ込む？ぶっこんじゃおう。おらー、この辺、まあだから話の途中だったけど、3、4人でこう来たらねえ、俺じゃ花火打つわみたいな、じゃあ俺エヴァ打つ、俺サンダーみたいなね、並んで打てるっていう。時々交代してね、ちょっと
いやちょっと俺ハマるから変わってくれみたいな、だからそういうことがねできる環境だからすげえいい、まあ、一緒にうちに来る人がいればの話ですけどね。サンダーのねいいところは適度に予告音が鳴ってくれるっていう、ね、そこに尽きるな。あ、2ショートしてる V 滑ったな。おっしゃ、これ2リール2リール確定なんで、どうせなら順押しで出したかったな。横コーン2ショートフラッシュなし、もう赤下段からのリーチ目は基本赤ならっすね。今のリップでぶっこんじゃおう。 OK、 赤ならと同一のフラグの方ですね。よっしゃ、ギリギリ耐えた。ちょっと飲まれたら一回トイレに行って、そこからどうするか考えよう。当たった当たった。とりあえずトイレに行ってきます。うわーレグだもう飲まれるならいっそ飲まれてくれよ中途半端に殺されてるな。お役外れ。当たってる。フラッシュがなかった今。どこで当たってた？どこで当たってたんだい？レグか？
悪くはないんだけどな、良くもない。チェリー来て下下、あー悪くない悪くない、あーくっそ、あっちあっちっていうか確定じゃんこれ。ここまで7を枠内に今狙ってて、ここまで滑ってリプレイってないんすよこれは。そうで第1だからリプ対応なのにベルスイカ外れの出目、これは外れると。わあ気持ちよかった、しかもビッグありがとう。よしいや、あと2ビッグ、あと2ビッグあれ完璧にプラスなんだけど、なんだ今の滑りはあれ予告音鳴ってたよ今、なんだ何、またレグかよ、やめてくれ、くっそー見逃してた。おおバシュンじゃないよ、もうまたここでレグかよ、いやいや結構熱いんじゃないこれ、横コンだよ、ほらおっしゃ、ありがとう。おう、いい、ふざけんなよマジで、あんな綺麗なリーチ目出していてレグはねえよ。あるある、うわスイカー、おー嘘だー、予告音第2バシュンよ、あー V 字ね、ありがとうスイカの字ゲーム、もう綺麗綺麗なベル V 字 V ビッグで、あーくそーうれしい今のは、頼むよビッグで頼むよ、おっしゃオッケー、箱に入れよう箱に入れよう、これでアメリカ行こう、この500枚ぐらいのコインを持ってアメリカに行こう、
当たった当たった当たった、綺麗スナス、まあ、これスイカ外れたんでね。あーどっちだ、あよいしょ、これは当たった。リーチ目でしょこれ。ふざけんなマジで。どうなんだい？ OK OK、 おー、あぶねー、レグだと思った。50で終わるんで。あっち、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 あっち。だからそこ止まんなっつーの。一番ダメ。はい、実戦終了でございます。はい、結果の方からいきたいと思いますけれども、はい、見えますかね、821枚流しましたので、これがですね、まるまる今までの、枚数に乗っかるということで、これでまあ1000枚弱ぐらいですかね、1000枚に近いぐらいな感じの方、積というか溜まったのかなと、はい、って感じです。で、私ですね、ノーマルタイプを手堅く攻めましてね、まあ、やっぱりノーマルの良さというか、最後ね、30分前ぐらいまではもう飲まれんじゃねえかなみたいな感じだったんですけど、なんとかそこからね、ポンポンポンと 2,3 発で速い当たりを重ねまして、そこの分で一気に勝ったっていう感じだったんでね、やっぱりこうノーマルは安定してまあ、勝ちやすいというか、まあ勝負になるのかなというのは、お届けできたのかなと、思います。はい、現時点では私が非常に貢献しておるということでね、このままいけばっていうか、このままいったらアメリカ行けないでしょっていう感じですけれどもね、この後の人もぜひね頑張っていただいて、あ、なんか今回みんな頑張ったね、みんなでアメリカ行っちゃうみたいな、ね、そんな感じのテルさんの一言があることを祈りつつですね、はい、お開きにしたいなと思います。まだまだですね、番組が続いてまいりますので、引き続きですね、もう見られる方はぜひ見ていただいて、直接ね、須賀川の方に遊びに来られるという方はぜひ USA スロットクラブさんの方に遊びに来ていただくということで、今回この辺で失礼させていただきます。それではまた、さようなら、ありがとうございました。PTube はこんなに楽しい！人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる！
人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 B チューブダウンロードしてね。えいえい。